てはない。嘘、始まってないね。好きってコメント来てる。あ、来てるよ。来たわ。こんばんは。こんばんは。ちゃんと読んでね、コメント。こんばんは。はい、今日はですね、こっかっけーって来てる。T 君がコメント読んでくれます。皆さんこんにちは、T 君です。全体が素敵だって。もう超オフだから、ね、工事しない？いけるよねこれ。彼氏感えぐい。彼氏感をじゃあお届けしますか。ねえ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 、お前読んでくれないとさ話せないんですよ。ツナ君ウェイって来てます。おお、ケイト、ウェイじゃねえよ。かっこよすぎ。ツナ、ツナくん、横顔綺麗。全部読んでくれるんや。じゃあ、そう、ちょっとこの T 君はですね、テニスの友達でして、今日一緒に温泉行ってたんです。かっこいい。で、今はちょっとお買い物じゃないけど、ちょっと軽く日用品を買ってですね、今日友達にソラくんをおすすめしてきました。ありがとうございます。ありがとうございますって言ってくれてありがとうございます。肘ついて頭かくのかっこよいだって。何それ。あの人じゃないんです。T 君がやってるんですけど。なんかないな、最近の出来事。最近寒いですね、皆さん。え、マジで本当に昨日一昨日ぐらい寒すぎて死ぬかと思って。風邪ひいてないですか？ちょっと前に寒暖差で鼻水止まらなくて大変だったんですけど。近っ。ちょ、これ聞こえてんのかな、みんな。え、聞こえてるんじゃない。聞こえてんのかな。ごめんなさい、ほぼカメラ目線じゃないんですけど、ちょっと許してください、ね、分かんない、これ聞こえてんのか不安だ。この T 君はね、結構写真撮ってくれてるから。俺が上げてるその写真の中に T 君が撮ってるやつも何個かあります。あ、聞こえてるって、よかった。聞こえてるよ、だって今日はちょっとドライブデートです。あ、捕まりませんように。助手席に乗ってる気分最高。やばい、これ赤なるよね。安全運転で行きたいと思います。はい、安全運転で行きます。じゃあ T 君に感謝だね、だって。なんだっけ、なんだ T 君に感謝だ。え、写真撮ってるからじゃん。ああ、そういうことか、うん、感謝ですよ。すごい、音楽もなくてさ、ハイブリッドの車だったら音マジでなくない？ないね、確かに。助手席誰ですか、頑張れって言ってほしいです、だって。頑張れ。何を頑張るんだ。ちょっと近すぎかな。何する、じゃあ質問受け付ける。質問受け付けていいよ。質問お願いします。45分までやります。あと6分ぐらいかな。じゃあ俺がコメント選ぶね。質問大学生の男の子ってクリスマスプレゼント何もらったら嬉しいですか。うわー、難しいな。難しいね、確かに。なんだろうな、わかんない。靴とかでいいんじゃない。どう、靴か。靴なし。いやでも T 君どうですか。いや嬉しいけどね、サイズとかが難しいんじゃないの。あ、確かに。難しいな。なんか、じゃあサイズがないやつは、サイズとかじゃなくて、うん、あげられるもの、サイズとかわかんなくても、帽子とか。あ、いいね、欲しいわ。マフラー。あ、わかんない、俺今マフラーないからマフラー欲しいんだよ。あと何だろう。確かにね、もう俺が欲しいもの考えてたらいいんじゃない。うん、でも何もあっても嬉しいよな。何
なんかない、なんだろう。服は常に欲しい。こっち見て。これ青になっちゃった、どうすんの。じゃあ次の質問。ちゃんとシートベルトしろよ。してるわ。次の質問ね。なんで T が答えんだよ。次の質問。次の質問は、はい、本当にねもう時間がない、もうついちゃうんで、じゃああと2個だけ答えよう。うん、あと2個答えます。質問何ね、なんかねあんまないな質問。答えると今マフラーとかって言っちゃった。マフラーが欲しいんじゃないですか。分からんけど、手袋とかにマフラーの方がいいけど。 T 君天然ってきてるんだけど。 T 君天然です。どこが強気だな。天然か、横顔綺麗、ありがとうございます。バングルとかうわー欲しい。いいね。 T 君との関係教えて。だってね、テニスを一緒に同じ学校でやってたと思います。そうだね、同期ですね。うん、詳しくは言いません。最高です。はい、次。ありがとうございます。2つ目。あと多分2つぐらい答えるかな。高校卒業までにしておいたら良いことは。わあ、難しいね。高校卒業、でもね、俺が後悔してるのはやりたいことをもっと早くすればよかったなって思ってるから、うん、なんかまあ状況にもよるし、まあそう状況にもよるとは思うんだけど、うん、やりたいことは本当にめんどくさいしな、じゃなくてやった方がいいんじゃないかなと思います。おお、どうですか。確かにね、今できることをやっぱやった方がいいよね。うん、そう思う。遊びも勉強もね。どこだ。そう。え、行き過ぎた。いや、合ってるよ。え、そこだったくない。確かに一周回ろう。時間ができました。間違えた。そらくんの笑顔とタイプです。だってやった。最近笑顔の写真投稿してないから、ちょっと笑顔の写真多めに投稿するようにしますね。はい、そらくんの横顔マジでタイプです。次の質問お願いします。次の質問。横顔タイプありがとう。場所バレんように気をつけてね。ほんと、まあでも家の近くじゃないんで多分大丈夫かなと。いいこと言いますね。そらくんありがとう。はい、これ絶対右折じゃ入れないと思うんだよね。確かに、もう一回一個遠くまで行かない、行って U ターンしないとじゃない。夜ご飯何食べた。夜ご飯は二郎系ラーメンを食べました。二郎系ラーメンを食べました。彼氏感すぎて最高です。やった。質問をもう一つお願いします。ハンドル回してるとこ映してほしい。待って、普通に右折するね。難しいよ。エモだって。質問ないみたい。みんなないよ、うん、質問答えてくれてありがとうだって。 いえ、質問してくれてありがとう。昨日サークルの先輩にそらくん布教したよ。だおお、ありがとう。